チューニングしよう。これって高木くんの仕事だからね。先輩って綺麗だな。 T ゾーンのベタつきも U ゾーンのかさつきも一度に解決。オプチューンパウダリーパクト資生堂。今年取れたての美味しいお米だけがセブンイレブンにいち早く登場。そのお米で作ったおにぎりとお弁当、嬉しいね。国産新米だから美味しい。セブンイレブン、いい気分。本当に Z の良さ分かってんの？分かってる。うさずき、うちから前のケースのことなんて分かってない。へえ、音だけじゃないんだ。 Z 新登場。うっす、アクシア。洗顔一つもおろそかにしない。ビオレ洗顔フォーム、毛穴の奥の汚れもスッキリ。うるおいはしっかり守る。よし、そあたり真面目なビオレ洗顔フォーム。引っ張らない、かさつかない。歴史が違う、走りが違う。今一番光っているスペシャルティーカーってマスタングですね。フォードは僕のナンバーワンです。マスタング、フォードのお店で。煮物上手でコトコト煮たらお醤油で仕上げてうまくいく。煮物上手でうまくいく。煮物が上手に出来上がる。二人の仲もうまくいく。ほんだし煮物上手新発売。味の素。2対2の同点になりました。立ち上がりから非常に波乱含みです。3回の表のジャイアンツの攻撃ですが、今のプレーです。清水が三振。中村がこれ、辰川さん、飛び出してるんですね。そうですね、ちょっと考えられないですね、これは。ワンアウトですからね。ツーアウトなら、まあ、ああいうケースはあるんですけどね。はい、まあ、ツーアウトの最も三振で終わりですけどね。1回のノーアウトランナー二塁で小森のバント空振りのタッチアウトってのは、これは結構よくありますけどね。はい、ありますね。ただ鈴木さん、こういうプレーが2回続きましたですね。はいはい、こういうプレーが続くと、なかなか投げてる人ってのは自分のペースに乗れることはできないですね。はい、3回の表のジャイアンツの攻撃を迎えています。2対2です。バッターは河合から、ところで今日は両軍のベンチリポーターも大変じゃないかと思いますが、これは左へ切れるでしょう。一塁側のまず試合開始前の表情などを総宮秀一アナウンサーに伝えてもらおうと思います。一塁側の総宮さん。はい、まず高木監督なんですけれどもね、今日は野球人生で最も印象に残るゲームになるだろうと、気負いというよりも清々しい気持ちだと試合前に話しました。で、真っ先にグラウンドに出てきたのは大砲だったですね。で、今中もそうだったんですけれども、全選手程よい緊張感というのが見られました。で、それもこれも徳武ヘッドによればですね、今シーズン何度も死んだ身なんだからと。これはどうでしょうか。あ、ヒットです。ノーアウトランナー一塁ですが、総宮さん続けてください。当然そういう気持ちになるだろうということも言ってましたね。それから山本雅弘のベンチに入ってますが、これは志願のベンチ入り。それからジャイアンツの牧原の先発は江崎スコアラーは絶対間違いないと読み切っておりました。そうですか。で、今日は選手点、今中よりも打線の援護だというふうに話してましたので、先ほどの同点は生き返ったと関係者が喜んで話しました。わかりました。一塁側は総宮秀一アナウンサーですが、さてジャイアンツの方はまたノーアウト一塁であります。河合がヒットで出塁しておりまして、松井落合と登場しますが、ジャイアンツのベンチの表情はどうでしょうか。フジテレビの田中亮介アナウンサーです。はい、長嶋監督がですね、今日ゆっくりと球場の方に顔を見せたんですけれども、今さらジタバタしてもしょうがないですからねと、こう言ってましたね。おっと、松井がバントした。ファールです。松井がバントしましたがファール。田中さん続けてください。表情はですね、長嶋監督比較的明るかったですね。それから原選手、ちょっと微熱が出てたんですけれども、まあ普段通り大丈夫ですと、こういい言葉を残してくれました。フリーバッティングでは原選手は今日一番当たってましたね。ということで、一塁側が総宮、そして三塁側が田中、両リポーターが興奮のベンチの表情を伝えてくれることになっています。さて、ノーアウトランナー一塁で3番の松井が、辰川さん、これ送りバントですかね。はい、セーフティーバント気味だったですね。そうですか。はい、サインですかね。どうなんでしょうか。考えられないですね。まあ、おっと、またバント。これは完全な送りバントだ。松井は送りバント。サインでしたね。これはサインでしたね。いや、だからその前もサインですね。なるほど。そうですよね。はい、2回続いたってことはサインなんですね。はい、どうですか、こういう作戦は。辰川さん。いや、僕はね、今日の場合はいいと思います。
もうその野球のセオリーなんかないってことですね。そうですね、とにかく勝つこと、そういうことですね、はい、しかも4番の落合が登場しますが、第1打席で右中間にホームランを打っております。第15号、吉村さん、はい、外寄りのまっすぐだろうと言って1回ロッカー引き上げました、落合選手、はい、一息入れてモニターを見て、結構飛んでるじゃないかと自分で感心してましたね。まあ、でもドームのあのツーランホームランよりは興奮の度合いは少なかったそうですね。わかりました。まあ、鈴木さん、やはりやるときにはこの落合はやるもんですね。やりますね、集中力ってのは素晴らしいですね。まあ、とにかく辰川さん、落合が少し当たってきたんで今の松井のバントっていうのが出てきたんでしょうね。生きてきますよね、しかしね、今の構成決められるとちょっと苦しいと思いますよ。そうですか。さっきのは少しそれより甘かったですからね。はい、ワンアウトでランナーが二塁、立ち上がりから波乱含み、ランナーが出ます。もうちょっと静かな立ち上がりかと思いましたが、序盤から波乱含み、落ちました、ヒットになった、いろいろな3秒回った、バットオン、どうだ、球落とした、落合は二塁へ、またジャイアンツがリード、落合のタイムリーです。落合は二塁へ、これは送球の間です。落合2打点、3対2になりました。いいとこ投げてるんですけどね。そうですね、これは辰川さん、投げた方はそう間違いないでしょう。間違いないですね、はい、しかしあの、この今の中村のプレーは取ってたらスーパープレーですね、これ。そうでしたね、キャッチャー今みたいなあのプレーは一番難しいんですよね、これ、はい、ボールがコロコロとドラゴンズのベンチの方に転がっていきました。進塁の、送球の間に落合は二塁へ、ワンアウトランナーが二塁です。なんかみんなヒットというのはバットで打ってないっていうようなヒットですもんね。気持ちで打ってる感じですね。確かにそれは言えますね。落合も執念のヒット、これでまたジャイアンツがリードしました。そして昨日微熱を出しまして練習を休みました原です。5番に入っています。最後の試合では4番に入っていたいんだと原は言ってました。しかし5番です。このところ原のバッティングは好調です。ワンアウトランナーが二塁、ジャイアンツのチャンスが続きます。こういう時のピッチャーの気持ちの整理というのは大変ですよ。そうでしょうね、はい、先取点取られた、すぐ同点にしてくれた、よしと思うところまた取られた、これじゃ本当になんか体中が酸欠状態になってしまいますね、はい、辰川さん、これで松井の送りバントが効きましたね。はい、効きましたね、それとあの両軍のキャッチャーのリードに感じるのはですね、はい、これは左へ切れます、ファールです。今のまあカーブ投げましたけどね、はい、あの勝負球をどうしてもね力のある球でというような感じになってますよね、はあはあ、どうしてもこの大一番ということでね、あの力いっぱいという感じなんですけどね、はい、それがちょうどあの向かってくるバッターにね合ってますね、うん、ああそうですか。ということは鈴木さん、あのどっかでですね、やっぱりちょっと緩めるピッチングと言いましょうかね、はいはい、それをどうやって使ってくるかっていうのがまた今中にとってはポイントになるかもしれませんね、それで今努力してるところなんですよね、おっと抜いた球、これは決まりました。だから組み立てはしっかりしてるんですけど、はい、呼吸がしっかりしないんですね。ほうほうほう。だからキャッチャー受けてこのバッテリー一生懸命やってるんですけどね、このバッテリー間の呼吸という話をするとまだズレはありますよね、うん、はい、今中中村のバッテリーです。今中は対ジャイアンツ戦、名古屋球場は11連勝中です。ドゥワン三遊間深いところがショットミスが当たる、落合がスタートを出たが三塁で止まります。ワンアウト三塁一塁です。原も何かこう当たりは先っぽで鈴木さん良くないんですが、これも執念のヒットですね、はい、まだバッターに投げさせられてますね、今中はね、はい、なんか牧原も今中もみんなバッターのタイミングで投げてますもんね。あ、そうですか、はい、だからバッターがよし来いと、はい、で呼吸が整ったところへさあ行きます、じゃあ行きますっていうような感じですから、はい、そういう呼吸じゃなくて、また違う呼吸を使わなきゃいけないですよね。そうでしょうね、はい、さあバッターボックス6番に入っておりますグラッテンです。打順を調べてみましたらグラッテン今シーズン6番というのは初めてです、うん、このところ神宮球場のヤクルト戦でも8打数の5安打、
当たっておりますグラッテン。長嶋監督もグラッテンが当たってきたなと昨日言っておりました。そのグラッテンは今日6番、そしてサウスポーから11本のホームランを打っておりますコトーが1番です。ワンアウトでランナーが3塁1塁。鈴木さん、はい、マキャラのジャイアンツの先発はこれ継投というのはありありに見えますが、はいはい、もうドラゴンズの方は今中でできたら最後までいきたいでしょうね。そうですね、今中やられたらもう終わりだっていうぐらいですから、ポーカーフェイスで投げ続けますこの今中です。ノートゥー、外野フライでも追加点のチャンスを迎えていますジャイアンツです。序盤から点が動いてます。現在3対2でジャイアンツ1点リード。なおもワンアウト3塁1塁。今中苦しいピッチング続いてます。あっとこれもボールだ。ノースリーです。こういう具合に鈴木さん、ボールボールが先行する今中も珍しいですね。やはり結果が気になるんでしょうね、はい、見たいんでしょうね、早いですよね投げるのがね。あそうですか、はい、ノースリーになりました。現在ブルペンでは野中と佐藤が始めておりますが、高木監督は言ってました、とにかく今中のピッチングに尽きるんだとこう言ってました。佐藤野中セカンド、おゴロにした、ゲッツーになるぞ、ゲッツーダブルプレイ、この回1点で取りました、この回1点取りました。3対2でジャイアンツが1点リードです。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム、初めてのハズムウェーブラスティアから、ハズム成分の働きでほら元に戻る。ウェーブはっきりなのに軽くハズム、資生堂ラステア、ハズムウェーブヘア用新発売。弾んで長持ち。泣いていた。あの人が来てるのはオゾックです。オゾック。Hi、フクノアート、ナンバーワンパートナーのアルビバン、で見てください。2001年ラッセンワールド7日より新宿エルタワー銀座コア他にて開催。今お子様セットはマック合体サーキットだよ。道路をつなげて走らせよう。4つ集めるともっと楽しいよ。マック合体サーキット、マクドナルド。3回の裏のドラゴンズの攻撃が始まっています。バッターボックスは小森からです。高打順です。3回の裏のドラゴンズの攻撃は2番の小森からでありますが、達川さん、はい、先ほどの小森のプレーはなかなかいいプレーだったですね。そうですね、こんな切羽詰まった状況でね、はい、あのようなプレーができるのは小森はただもんじゃないですね。これですね、はい、これは小森打ち上げてしまいました。3塁のファールフライです。これでワンアウト。先ほどはいい当たりのライト前のヒットを打ちました小森ですが、今はサードのファールフライに倒れてワンアウトです。3回の裏のドラゴンズの攻撃が始まっています。3対2とジャイアンツが1点リード。落合の2打点目のタイムリーが出ています。バッターボックスに当たっております3番の立浪が登場ですが、先ほどはデッドボール。これが2打席目です。ワンアウトでランナーがありません。今時刻は7時を回っています。序盤からこんな立ち上がりになろうとは夢にも思いませんでした。ゲームが激しく動いています。あーっと落合後ろに出した。記録はエラーです。グラブがちょっと逆になりましたか。ヒットではありません、エラーです。ワンアウトでランナーが一塁。ワンアウトから立浪の一撃です。この落合、名古屋球場、落合が倒れてます。今日2打点。
今形がちょっと春日さん、はい、おかしかったですね。あ、これね、あの、内転筋を僕はね伸ばしたと思います。そうですか、はい、これが今のプレーです。足の運びがちょっとおかしいですもんね、クラブの出し方といい、あの、その後また滑りましたからね、足が。はいはいはい。あ、これでちょっとすぐ足を抑えてますが、あ、右足の付け根。あ、長嶋監督出てきました。鈴木さん、これはちょっと苦しいかもしれませんの打ち合いはね。ですね、動きに一番大事なところですからね、はい、今日は落合は先制のホームランの後、3回にはライトのタイムリー2打点、いかにも主砲らしい活躍をしております落合ですが、長嶋監督が駆け寄ります。あ、担架が出てきました、担架が出てきました。普通に顔を歪めております。これはもう敵味方離れて、辰川さん、これは落合にこのままプレーを続けてほしいという気持ちがありますけどね。欲しいですね、このいいゲームですからね、これね、はい、これからおそらく治療すると思います。ゲームが中断いたします。落合は治療するということであります。場内アナウンスがありました。どよめいております。お知らせをご覧いただきます。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今度のアクアフレッシュはエクストラフレッシュ、お口もフレッシュ、気分もフレッシュ、アクアフレッシュのエクストラフレッシュ、サンスターから。ヘアスプレーのあの匂いからあなたを解放します。 VO5 の無香タイプ、余計な香りはもういらない。無香タイプの VO5 ヘアスプレースーパーハード From Sunstar。 ごめんください、あの第一生命ですけれども、ご主人様は。少々お待ちを。局長。何、城が。はい、城がこの手に。はい、ただいまこのアンケートにお答えいただきますと、抽選で総計5万。それはどのような。は、どのような城だ。城下町か、大変なにぎわいだな。あれですわ。今、東京ディズニーランドシンデレラ城時計が当たるサンクス&キーパーキャンペーンをやっています。西洋風か。第一生命。落合選手が現在ベンチで治療を続けております。ただ辰川さん、状況から考えましてですね、はい、結構苦しい治療になるんじゃないでしょうかね。はい、僕もあの内転筋、あの、痛めたことありますけどね、はい、ちょっとプレーはしづらいですね。かもしれませんね。もう一度そのプレーをご覧いただいておりますが、打ったのは立浪です。右じゃなくて左なんですね。左ですか。左ですよね、押さえてるのはね。そうですか、あ、本当ですね。しかし本当に敵味方関係なくね、はいはい、こういう大一番なんですからね、なんか役者がいないと寂しくなっちゃいますね。そうなんですよ、はい、これは絶対落合選手にはね、このままなんとか出てほしいような気もするんですけれども、すでに、ベンチの前では岡崎がキャッチボールを始めております。こうなりますと原がファーストに回るんでしょうか。吉村さん、はい、三塁側ですけども、はいはい、第一歩が入りまして、とりあえずね、左足だと。左足、はい、左足ということで、まずそれは第一歩なんですが、詳しいことはまた後ほどということになってます。わ、はい、かりました。今のこのジャイアンツのですね、ダグアウト横、報道陣もいっぱい集まりましてね、はい、ちょっとみんなこう心配そうにね、あの、広報官の発表を待ってると思います。そうですか、報道陣の数も田中さんすごいでしょう、はい、すごいですね、普段のあのジャイアンツ戦の前まではいきませんけれども、かなりの数がみんな集まって、この狭い通路がですね、ちょっと息苦しくなるようなムードですね。そうですね、あの記者席にあれだけの記者が入るのかなと思って私も心配いたしましたけれども、しかもオールスターの時にも相当数の記者が集まりましたけれども、緊張感が鈴木さんも全然違ってますもんね。あの、全然もう種類が違いますよ。そうですね、はい、吉村さん、はい、ちょっとあの雑談になりますけどね、今日私は東京駅まで、電車で行ったんですけどもね、はい、その中でですね、男子高校生女子高校生のグループがあちらこちらありまして、はい、やはりみんながですね、今日の DG 戦どうなるんだろうな、どちらが勝つんだろうなって、こんな話をね、電車の中でみんなしてるんですよ。そうですか、だからみんなやっぱこう注目して本当にこう見てるんですね。なるほどね。今日3万5000の大観衆が集まりましたが、とにかく外野の周りをぐるっと700人の徹夜組が出たんでありますが、11に開門、
ものすごい大声援が午前中から続いておりましたが、あ、ひとまずお知らせをご覧いただきましょうか。東京はそんなに甘くねえって。東京はさん負けねんじゃ。何言ってんだお前、東京は甘くねえ。東京はさん負けねえんじゃ。東京はスーパージョー東京シティブランド誕生。甘くねえんじゃ。よしよし、よし。なんで16茶なんですか。よく見てごらん、はい、16種類が美味しそうにブレンドされてるでしょ。よく見てごらん、ちゃんとね。は16種類で16茶、やっぱり16茶よね。私たちももう年ね。お肌の張りも昔と比べるとね。やりたいこともないし、若い子はいいわよね。教育ってなんや。中央出版。ストレス溜まってるよ。 B 組の鶴見さん、外洋で入院だってさ。ひでえ話だよな。ハワイに行きたいよな。教育ってなんや。中央出版。いつもそばに聞こえた、ちょっと声だ。小枝の思い出また一つ。高原の小枝を大切に。森永チョコレート小枝。おっきなビッツは？ビッグビッツ。よし。小さなビッツは？チョビッツ。お母さん、今日終わりました。これで終わり？チョビッツライク。森永ビッツ。まだ治療が続いております。ベンチの前では岡崎選手がキャッチボールをしています。吉村さん。はいはい、三塁側ですが、はい、25球ですね、牧原がノックアウトされました、そのバナーが入りました、はいはい、お願いします。調子はね、それほど悪くはなかったと思うというのが本人の話ですね。マウンドでは冷静にと思ったんだけれど、まあ、積極的なドラゴンズのバッティングにやられてしまったという感じですね、とこういう話でした。で、表情はね、あの3点をまたジャイアンツが取った後でしたから、はい、まあ、そんなにこうね、曇った感じではなかったそうです。そうですか、はい、分かりました。そしてピッチャーは現在斉藤に変わってるんです。まだ落合の治療が続いています。手元の時計では、7時2分に落合選手が治療に入っております。あ、西武の今のはあのスコアラージン、それから今日は広野コーチから井原コーチ、たくさん来てるみたいですね。それから森重和コーチも来てると聞いております。西武の偵察陣です。さあ、どういうことになりますか。これはマウンド上の斉藤です。すでに6分間の中断があります。まあ、これは辰川さんね、はい、ちょっと長引いてますけども、あ、これはイチローですね。あ、イチロー選手も来ています。愛工大名電の出身ですので、イチロー選手も観戦であります。徹底的なドラゴンズファンだそうでありまして、ドラゴンズを応援しに行くんだと言ってこの球場に来てるんだそうですが、イチロー選手です。そうですね、もう野球選手の顔を忘れて焼きそば食べてましたね。そうでしたね。でも あれですよね、今年のパシフィックリーグ、タスカさん盛り上げた一人じゃないですか。そうです ね、はい、もうすごい記録ですよね。はいはい、そのイチロー選手の談話なども後ほどご紹介できるんではないかと思います。今日は解説は辰川光雄さん、そして鈴木隆松さんにお願いをしております。さあ、ここまで鈴木さんね、はい、随分波乱含みのスタートになりましたですね。そうですね、本当なんか予想はつかないですね、どういうゲームになるかっていうのはね。あ、落合出てきました、落合出てきました。左足内転筋痛めたということですが、落合出てきました。これはもう敵味方分かれて、ドラゴンズファンもジャイアンツファンも拍手ですね。これね、すごいテーピングしてますね、これ。あ、そうですか。膨れてるのは分かりますよ。球団は8分間です。吉村さん、はいはい、左足のですね、内転筋を、ね、少し伸ばしたそうですね、はい、でバンテージを巻きまして、ちょっときつく締めてですね、で今守備へつきました。そうですか。まあ、それほど重傷ではないということです。わかりました、はい、8分間の中断がありました。落合が戻ってきました。今日2打点です。やっぱり辰川さん、はい、占領役者はね、ちゃんと舞台にはいなきゃいけないんですよね。そうですね、しかし根性ありますね。相当痛かったと思いますよ、はい、ですね、はい、おそらく痛みをこらえて一塁のベースについてるんじゃないかと思います。さあ、試合が再開になります。3対2です。ジャイアンツが1点リード。試合は序盤から動きます。大変な試合になりそうです。1994年10月8日、世紀の第一戦です。バッターボックスは大光。
ハイフォーも言ってました。自分の野球人生の中でもビッグ3のゲームに入るんじゃないかとハイフォーは言ってました。エラーのランナーが一塁にいます。ホームラン38本、107打点、2冠は確定してます。最近打球が上がらないですよね。そうですね、はい、ヒットは打ってますけど、はい、なかなかフライにならないですね、はい、このところ5試合ホームランがないんですね、まあ、やはり鈴木さん、あの40本という一つ大きい目標があったんですが、はいはい、苦しくなってきましたね、まあ、ぜひ今日でしょうね。もう今日しかないんですから。今日しかないんですか、はいはいはい、今日じゃないです、今日しかないんですから、はい、その大砲が登場しております。今日はジャイアンツの4番バッターは落合ホームラン、それからタイムリーヒット2打点。先ほど達川さんもブルペンで桑田が出てきてましたですね。はい、もうあの位置でもいけると思いますよ、ですね。今はピッチングを行っておりません斉藤です。斉藤は中継ぎでの登板ということになります。ワンツー、なんか鈴木さん力んでますかね、力入ってますね。必要以上にこのね、飛ばそうと思ってますね、はい、うん、高めの球ですから。今年はこの一本足打法がドラゴンズを大きく勝利に導きました。いよいよ最終ゲームです。トゥートゥー、これはファン、まだ太気がつきますと3回の裏です。試合開始が6時、すでに1時間を回りました。達川さんの予想の中にはこういう具合に序盤からもつれるっていう感じありました？いや、簡単といくんじゃないかなと思ったんですけど、やはりね、このお客さん見たらそうはいきませんね、やっぱりね、はい、もう1球ごとの大歓声です。これはボールで 2-3、一塁ランナーはエラーで出塁の立浪です。ジャイアンツは実はデータは出すのやめますが、名古屋球場でエラーがものすごい多いんです。フルカウント 2-3 です。一塁へ牽制球、まあ、鈴木さん、非常にこの大津大荒津の面白いゲーム展開にはなりそうですね。そうですね、それだけピッチャーの安定感が、ね、ありませんからね、はい、はいはい、村田が取りました。村田が取りました。キャッチャーのファールフライ、ツーアウトランナーが一塁です。いかがですか、田塚さん、この大砲のバッティングは。そうですね、あ、調子のいい時ならね、ホームランしてるボールですね、はい、この前あの広島で佐藤貞夫のボール打ったボールと同じようなところのボールでしたけどね。あ、そうですか。ちょっと力みなんでしょうかね、これが。タイミング合ってないですね。タイミング合ってない、はい、まあ、ガッツキから来るタイミングのズレじゃないですか。そうですか、やっぱりそこに非常にメンタルな要素が出てるようなタイミングの狂いなんでしょうか。ツーアウトランナーが一塁でパウエル登場です。今日は第1打席でヒットを打っておりますが、高木監督は言ってました。今のドラゴンズの打線の中でやっぱり一番心配なのはこのパウエルであると、こう言っておりました。今日は第1打席でヒットを打ちました。1打数の1安打、3割2分3厘です。実はパウエルにはもう一つ大きな目標があるんです。リーディングヒッターです。現在江藤がトップ、そして前田がこれを追っております。実は今日は江藤がスタメンで、江藤は出てなくてどうも前田がスタメンという形になってるみたいですよ。そうですよ、あのパウエルの、ね、ヒットでね、はい、おそらく江藤はね、抜かれましたから、はいはい、あのピンチヒッターが何かで出てると思います。あ、そうですか、そうですか。またそういう情報も入りましたら試合がちょっと落ち着いた状況でご紹介したいと思います。ツーアウトでランナーが一塁です。パウエル、これはファールです。今の
鈴木さんバッティングなんか見ますと、もう何が何でも右方向でもうボールに食らいついていくんだという感じのバッティングでしたね、そういう感じですね、しかし斉藤も異常なほどに気を使ってるんですけど、はい、その気遣いの後ろにある体っていうのはついてこないですね、あ、そうですか、本来の斉藤のピッチングじゃありませんか、まだまだですねこれはね、ツーアウトです、ランナーが一塁です、相変わらずの大歓声3万5000です、名古屋球場デューナスイング、斉藤も相当疲れてると思います、10月の6日112球を投げております、久しぶりに先日の神宮球場ではいいピッチングを見せましたこの斉藤です、ただし後半の斉藤というのは彼本来のピッチングではありません、斉藤は春日さん13勝を挙げて以来4連敗続けてましてね、はい、まあ、結構あの勝ち星もらっててですね、リリーフに回った人を打たれたいう試合は2試合ぐらいありますからね、ありましたね、はい、これは三振です、あ、斉藤小さくガッツポーズ、気合が入ってます、3回の裏ドラゴンズは得点がありません、3対2でジャイアンツ1点リードしています。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。